こんにちは、速稼塾の久保です。前回の吉谷さんの動画ね、これも良かったですね。吉谷さんはいつの間にか速稼塾をよいしょするような感じで、最後にはドリアカが一番だよということをね、私の速稼塾を踏み台にしてですね、おっしゃってくださいましたね。まあ、これをあとどう判断するかは、情報を受け取った方の、センスによるものだと思います。まあ、ドリアカが一番と言えるものは確かにそういう要素はあると思うんですけども、私は私でですね、ドリアカとは違うルートで一番だと胸を張れるところがあるんですよね。まあ、それは受講生の数なのか、全体の売り上げなのか、それはね、いろいろと説が分かります。そうなんですよ、一番といっても何で一番なのかによって全く意味が変わってくるんですよね。例えば会社の一番ってなりますよね。うちはナンバーワン企業ですって言い方ありますよね。会社の店舗数が一番なのか、従業員数なのが一番なのか、総売り上げなのか、総あらりなのか、それとも創業年度なのか、いろんな角度で一番というのがあります。まあ、ですんでね、例えば私たちはナンバーワンですって言葉に弱いんですけども、何で一番なんですかってことがね、自分に向いてるかどうか、これを見極めて、そこが重なってるところと歩調を合わせるのがいいんじゃないかなと思います。さあ、ここまでまとめるとですね、あなたにとって、速稼塾がいいのか、ドリアカがいいのか、ドリアカがもしかしたらレベルが高いかもしれません。でもそのレベルの高いものを操れますかってことなんですよ。どうでしょうか。日本で一番ですってことは、並々なる講師陣、並々なる実績陣がいるっていうふうに考えることもできるんですよ。正直私の速稼塾ってのは、毎月1万とか3万がコンスタントに入るようになりましたという人も多く抱えてるんですよ。全体としてはそういう人が多いと思います。毎月2万3万のプラスアルファが実現しました。これでずっとサラリーマン勤めをしてきて、下げる時間が少なかったけども、収入をあと2万3万増やしたい、それが実現しました、ありがとうと。そして次のステップのことはまたいずれ考えていきます。なんせ速稼塾との付き合いって30年あるんでしょっていう形ですよね。まあ、こういうふうにね、私も言い換えることができるんですよ。で、実際これは本当なんですよね。確かに月収100万とか200万とか、それからね、1ヶ月で200万稼ぎました、500万稼ぎましたっていうような大学生がドリアカにはいます。ランボルギーニ買いましたっていうようなね、華々しい実績を持っている人がドリアカにはいます。残念ながら速稼塾でそういった実績ってのはあんまり聞かないですね。高級車を買いましたとかね、もう大学生で何百万稼ぎましたってのは確かにないです。そういう意味で言うと、どちらが優れているかっていうのはドリアカに譲る部分があると思います。ただし、ランボルギーニをあなたが買いたいと思っていないんだったら、速稼塾の方がいいかもしれないですよね。というふうにあんまり言いすぎると、別にドリアカを貶めて速稼塾にどうぞってわけではないですからね。私は正式に速稼塾の募集を今でもしてないと思いますけども、普通に喋ってるだけでも速稼塾に興味を持たれるような話し方になっちゃいますよね。その一つの要素として、プラスアルファ1万円プラスアルファ2万円このちょっとの売り上げを上げていくことに私はフォーカスしてるんですよ。で、今年は年収がトータルで10万上がっただけかもしれない。そして2021年は今まで年収が250万だったものが260万になりました。微増です。でも次の年は300万目指していきましょう。そしてさらにその次は330万目指していきますと、350万目指していきましょうというふうに、段階を経てそれぞれの持てる余剰時間の中で最大限のトライをして、生活を壊さないようにバランスを取りながらやるというルートも引けるんですよね。そうすると確かに月収300万500万は無理です。無理ですけども、あなたはそれを望んでないですよね。少なくとも半年以内に月収500万っていうのを目指すんでしたら、相当な茨の道になります。その茨の道にもし耐えられるんだったら、私はドリアカの方がいいんじゃないかなと思います。短期決戦で臨むならそうなんじゃないですかね。というのが、入ってすぐに稼ぎましたっていう実績がドリアカからはね、どんどん出てくるからなんですよ。速稼塾での短期間の実績っていうのはプラス5万です、プラス10万ですと。速稼塾に入塾して3ヶ月目でね、プラス15万になりました。これがまあやっとなんですよ。で、全体的に見るとね、1年以内に年収が1000万になりました、2000万になりました、そういうのはいます。なぜなら速稼塾の生徒さんは1000人以上いるからなんですよ。でもこれは速稼塾のおかげではなくってね、速稼塾の私の働きではなくて、もともとその人に稼ぐセンスがあった、そのタイミングで速稼塾に入った、速稼塾に入っていなくても入っていてもおそらく行ったであろうというね、私は年収だと思うんですよ。私のおかげで行きましたっていうふうにそこまで言うつもりはありません。ただしプラス2万3万はおそらく私のおかげで、ちょっとしたきっかけに手を届いた、そういったもんだと思うんですよ。
でも実際に速稼塾に入っていないとかね、それから各種インターネットを使った情報商材を買ったことがないという方であれば、多分プラス2万3万もなかなか見えてこなかったと思うんですよ。そういう意味で言うとね、私はそういうふうなプラス2万3万プラス5万10万このあたりにはものすごくね、世界を広げる力があると思っています。で、おそらくそういうところがボリュームゾーンなんじゃないですかね。あともうちょっと売り上げがあれば、月末にあと2万あれば、年間を通じてあと10万ね、手取りが増えればみたいなところから始まってるんだと思うんですよ。いきなり大振りをしてもホームラン打てません。まずは打てるところから小さく当てていきましょうというのが私の考え方です。だから千里の道も一歩なんですよ。3年後に稼ぐ目的を置くんですね。で、私がよく3年で1億円稼いだっていうことを言いますけども、それはですね、3年経って3年後に1億急にできたってことはないんですよ。3年間を分割していくと、初年度ってのは2500万ぐらいです。これは Facebook を主に使った集客媒体で2500万となってます。2年目、3年目が結構大きかったんですよ。レバレッジが効いたのと、1年目で2500万という実績が立ったのと、1年目で速稼塾っていうのが一気に人気になったからなんですよね。皮肉な話なんですけども、人数が少ないうちは一人一人の管理ができたんで、ほとんど全員に売り上げを実現させることができたんですよ。でも2年目で400人を超えた時、塾生が400人を超えた時、さすがに手が回らなくなってきました。というところでサポートが遅れたり、その中にはちょっとね、これは言い方すると塾生さんに責任を押し付けたような感じなんですけども、速稼塾に入ったら稼げるかもしれないという甘い考えの人も入塾させてしまったこともあるんですよ。いや、この人は入塾させない方が愛情だったかもしれないなと思ったんですけども、お金を作ってきました、入塾お願いしますみたいな感じで、当時の入塾金っていうのは一括制度でしたから19万8000円だったんですけどもね、それを先に振り込まれてしまって、もう断るに断れなかったっていう経緯もあります。で、その後 YouTube が続かず、ブログが続かず、サイト構築 SNS が続かず、稼げませんでしたということでね、離脱していった方もいます。まあ、その方のことはね、私もね、今でもよく思い出すんですよ。今もう一回速稼塾に戻ってきてくれれば、なぜなら速稼塾は別に追加料金をくださいって話じゃないからなんですよ。速稼塾というカリキュラムは1個しかないんですよね。そして年を追うごとに、費用ごとにどんどんカリキュラムが膨らんでいって、それこそですね、当時の速稼塾に比べると、当時は私は自己アフィリエイトしかやれなかったんですけども、今 YouTube のマーケティングもできますし、各種 SNS のマーケティングもできますし、アフィリエイトも長けたものです。そして転売もできます、 FX もいけます、暗号通貨もいけます。もうね、手材料が増えたわけですよ。手材料が増えた時に、その方の資産状況とか余剰資金とか作業の難易度、どのくらいの作業ができるかに合わせて、その方に合わせたカリキュラムを個別で提供できるんですよね。まあ、ですんで、プラス5万10万の売り上げに結びつくことができるんじゃないかなと思います。ただし、私がいくら働きかけても、その人自身が手を動かさなければ何も起きません。これは変わんないんですよ。で、私がどれだけね、熱意を込めて発信しても、素晴らしいノウハウを提供しても、それを使うのは誰なんですかってことなんですよ。それを使うってことはどういうことかっていうと、目の前の人にお金をくださいっていうのは誰なんですかってことなんですよ。私が代わりに言うわけじゃないですよ。私がこの人の商品買ってあげてくれませんか、はいお金ください、はい売れましたよって渡すわけじゃないんですよ。あなたにそうやって渡すわけじゃないんですよ。お金をくださいという人はあなたなんですよ。あなたがお金をくださいと言わないといけないんですよ。誰に言うか、あなたが集客した人に対して、あなたがお金をくださいというわけなんですよ。そしてあなたの作った商品をその方に提供するんですよ。それがうまくいくと、次のセールスもうまくいく。これがどん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 積み重なっていて、売り上げの5万10万が20万50万になってくるわけなんですよ。でもポンコツな商品をね、出来損ないの商品を大したサポートもできないのに提供してしまったら、二度とその人には売れません。二度とその人に売れないばかりか、その評判を聞いた人が不安に思ってもっと売れなくなります。売れないという評判がどんどん広まるんですよ。それこそこの宇宙空間全体に広まりますよ、ね、そしてあなた自身がものすごく嫌な思いをします。変なものを売ってしまった、自覚してますよね、変なものを売ったのかどうかってこと。いい商品を作ってこれで稼げたろうってものね、どう考えても稼げるぞ、しかも自分はサポートするぞ、365日24時間するぞって気持ちの人が商品を売って、売れませんでしたっていくら言ってこられても、じゃあこうしましょうっていうのはいくらでも出てくるんですよ。だから結局やる人が諦めなければいくらでも稼がすことができるんですよね。で、稼ぐっていうのはどういうことかっていうと、現実を素直に認めて、自分のできるところとできないところをちゃんと分けることができるってことです。そしてできることをやりつつ、できないことをできるにしていく、この2つなんですよ。この2つができた時に、だん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 稼ぎ量になってくるんですよね。そして最初は稼ぎの量は少ないかもしれません。本当に月に1万2万かもしれません。それにしても0から1っていうのはとてつもなく大きなものなんですよね。その0から1を達成させたら、今度は2から10まで、これはすごく早いんですよ。2から10までいくと、今度は10から100までもものすごく早いです。暗号通貨をはじめとするインターネットの概念っていうのは2時間数なんですよね。
伸びるときブレイクラインを越えたらものすごく直角に垂直にねトレンドが伸びていくんですよ。まあ、ですので最初はやっただけ結果が出ないと感じるかもしれません。もしかしたら時給月給の方がいいように感じるかもしれません。しかし時給月給は所詮正比例の法則でそれを変えることはないんですよ。しかしね、このレバレッジの効く情報の業界っていうのはある時急に自分の作ってた取りだめでしたコンテンツがずっとインターネット空間に温存していたコンテンツがブレイクして一気に利益をもたらすってことが起きるんですよね。まあ、それを体験したのは私はブログを1万個以上作った時です。ブログを1万個以上作った時っていうのはそれぞれに相互リンクが貼られてましたんで、一つのサイトがブレイクすると集客効果がぐっと高まってほとんどのサイトがアクセスを10から20ぐっと上げたんですよね。でトータルで1万もあるわけですから一気に1日に10万ビューとか20万ビュー上がるわけですよ。トータルでですよ。一つずつのサイトってのは本当に2から3とかね5から10ぐらいしかアクセスはもう高まってないんですよ。でも私が作ったサイト1万個以上あるわけですからね、一気に10万ビューとか上がるわけですよ。これで売り上げが取れないわけないでしょうと。しまいには私はですね、1ヶ月ですね、1ヶ月で7件から8件の生命保険のね契約を取ることにインターネット上で成功したんですよ。いやこれはね一つ総重的な話なんですけども、ファイナンシャルプランナーさんでも1ヶ月に7件8件決めるのはなかなか難しいと思いますよ。プロの方よりも全く保険のことを理解してない私がそれだけ取り続けたってことです。クレジットカードにつきましては一晩で7件8件というレベルでしたね。まあ多い時には20数件とか取りました。クレジットカードですよ。私が使ったのは当時セブンカードです。セブンカードというセブンイレブンのカード、これが出始めのことで報酬がね1件8000円だったんですよ。私が決めるたんびに8000円がチャリンチャリンと一晩で8万円16万円これが一晩で起きるわけなんですよ。多い時には38万というのがありましたね。これはまあ滅多にないことですけども、インターネットでサイトを作っていくと今まで作ってきたサイトが10個作ったら10個が残る、30個作ったらプラス40個残る、さらに50個作ったら100個が残るって形で100個で営業してくれるんですよ。でもファイナンシャルプランナーさんにしても他の営業マンにしても今日営業に行ったら今日の成果しかもうリタッチできないんですよね。ってことは労働が終わらないんですよ。これじゃなかなかね時間の自由は獲得できません。でもインターネットってのは言ってみれば例えば動画です、動画でもサイトも同じなんですけども、一回作ってしまえばそれは無限にインターネット上で集客し続けるんですよ。こんなに強い営業マンはないですよね。飯も食わない、休憩もしない、トイレも行かない、帰ることもないで葬儀を起こすこともない、なのに営業の成果はしっかりと私の方に全部もたらしてくれるんですよね。だからなんですよ、インターネットビジネスやっていきましょうっていうのは、でそういうのを総合的に提供しているのが速稼塾ではあるんですけどもね。でも最近はステーキングという概念も始まりまして、暗号通貨っていう最先端のものもあります。これはねドリームアカデミアでなかったものの一つだと思いますけども、私は FX をマスターしています。私が直接 FX を勝てるように指導していくことができます。これはドリアカにはないんじゃないかなと思います。ドリアカには FX のコースはあるんですけども、吉谷さんが教えてるわけではないんですね。もちろんこれはね、ドリアカよりうちが優れてるよってことはないんですよ。FX に興味を持ったんだったら、FX で勝ってる人から教わるのがいいと思います。というのが一つの見分け方。そして暗号通貨の概念ですけども、私は暗号通貨、2010年からがっつりやってます。そして今、おかげさまで、すべての私の投じた暗号通貨、全部含み益を取ってるんですよ。中でも、プレセールで買った ADA。これは、ほとんどのインターネットで暮らしている方が手にできなかったものなんですよ。プレセールで ADA を買ったってことが、これによってね、どのぐらいの資産を築けたか。そしてこのプレセールで買えなかったからにも今ステーキングというねこういうサービスがもたらされてるんですよ。今から ADA に参加してステーキングを得ることによって完全なる人類初の不労所得が誰でも受け取るようになってるんですよ。しかもこれをね別に売り込もうってわけじゃないです。それを試してくださいってことなんですよ。5000円1万円でそれを試してくださいと、私が紹介料をもらうわけでも何でもありません。試していただいて、あこういうふうな稼ぎ方もあるんだ、じゃあここで無料コンテンツを作ったりとかね、ここで情報商材作ったりだけじゃないんだなっていうふうな新しい扉が今の時代は開けてるんですよ。ちょっと前まではこれはなかったんですよ。でも今はそれがあるんですよ。で、今あって昔なかったもの、これも昔からそれを追求してるからその動きがわかるんですよね。ということでね、これからは新しい概念がどんどん出てきます。デファイっていう分散型金融っていうのがありますけども、これの講義っていうのは速稼塾にしかないんじゃないかなと思いますよね。でその入門編として一番簡単なレベルですけども、ステーキングっていうのがあるんですよ。これはアカウントを取る力があればほとんどの方にステーキングを受け取ることができます。しかもスタート資金はそんなにかかりません。なぜなら例えばですよ、 ADA を1個買います。1個買いますよね。今の料金で130円ぐらいで買います。130円で ADA を買ってそこにステーキングをかますと年間で 5% ぐらいの
まあいわゆる利息みたいなのが入るんですよね。これできませんかね。130円でステーキング入れて 5% の利息、5日ごとに収益発生、これはかなり現実的じゃないですか。じゃあこれに魅力を感じた方はどこを選ぶかっていうと、今のところ速稼塾が一番早いんじゃないかなと思います。もちろん他でも教えてくれるところはあると思いますけども、そういうところを除いてですね、2つに絞ってドリアカなのか速稼塾なのかって比べると、さすがにナンバーワンの情報商材販売のドリームアカデミアでも多分ステーキングっていう講義はないと思うんですよ。まあそのうち私がね、ドリアカにですよ、ステーキングって概念ポンと放り込みますよね、吉谷さんが良ければ。私が作ったものははっきり言ってこう吉谷さんにも共有してもらいたいプレゼントなんですよね。あまりね、私言いたくないんですけども、ちょっとこっぱずかしいんで言いたくないですけども、確かに吉谷さんはね、私の速稼塾の恩人なんですよ。変な言い方ですけども、私はね、2つのきっかけを吉谷さんにいただきました。1つ目は、私の前に初めて吉谷さんが出てきた時、吉谷さんが言った言葉、私は誰よりもバカですと言ってましたね。暗算もできない、漢字も書けない、だからひらがなで書きますとか言ってひらがなで講義してるんですよ。しかも間違いだらけ、計算式も間違いだらけ、でもですね、売り上げを立ててるんですよ。これは何だと思いましたね、このショッキング。自分はバカです、でも稼がせることはできます。これが一つ目のきっかけです。もう一つはですね、私は当時ネオヒルズ塾に入ってました。でそこで私の送ったメールに返信がネオヒルズから来てると思ったんですけども、蓋を開けたらこれ吉谷さんがね、ネオヒルズになり変わってネオヒルズになりすまして私に返信したんですよ。でもその返信の効果として私は結果を出すことができたんですよね。ということは、確かにネオヒルズというものに魅力を感じて私参加しましたけども、私に実際的に指導してるのはネオヒルズが指導した吉谷さんが私に指導してるっていう風な間接指導だったんですよね。まあ、それでも結果が出ればもう十分なんですよ。というところで、吉田さんはもしかしたらね、自分には借金があるかもしれない、そういう時期もあったかもしれないけども、人の借金を消す力はあったわけですよ。いや、これだけでもついていく、なんかね、価値はあるんじゃないですか、ドリームアカデミア。で、吉田さんにいくら借金があってもあなたの借金がなくなればいいでしょ。だからここでね、私も一つ考え方が新しく切り替わりました。借金を抱えている人にお金の問題が解決できるか、できるんですよ。私自身もそうでした。借金がなくなったのは2017年ですよ。それまで借金あったんですよ。でも何人の人を稼がしたか、これは変わらない事実です。だからね、お金持ちが人をお金持ちにする、それは確かにその可能性高いでしょ。でもお金がない人でも人をお金持ちにすることはできるんですよ。結局は金があるかないかではなくって、金を生み出すここがあるかないかなんですよ。そう考えるとね、誰についていけばって結構シンプルになるでしょ。で、少なくともこの動画を見てらっしゃる方っていうのは、私の動画と吉谷さんの動画交互に見てると思います。両方見てると思います。いや、はっきり言ってどちらも魅力的ですよ。あなたに合うかどうかはあなたが決めないといけないんですよ。だから何としても速稼塾に来てくださいってことは言いません。なぜなら、速稼塾でお預かりしたばっかりにドリアカに行って結果が出る人に対して、これね、申し訳ないからなんですよ。だからぜひね、これはあなたのビジネスセンスが問われるところです。ドリアカに行った方が自分は結果が出やすいのか、速稼塾の方が結果が出やすいのか、もう恨みっこなしですね。ですんで、私は少なくとも勧誘をしないんですよね。セールスは1年に1回しますけども、勧誘はしません。ただあなたの気持ちを動かすような動画を作り続けることはやります。吉谷さんはセールスがたまにあります。とっても興味深いセールスで、きっとあなたの気持ちをね、動かしてやる気にさせてくれるでしょう。挑戦させてくれるでしょう。勇気を出させてくれるでしょう。ですんで、吉谷さんについていくのも正解だと思います。なぜなら、私もですね、速稼塾がなければドリアカに入ってると思います。そのぐらいね、吉谷さんのコンテンツも信頼に値するものですし、きっとですね、あれほどまでにできる、継続できる人はなかなかいないと思います。私も48ですけども、10歳も下の38のね、言ってみれば若造が私についてくるんですよ、私のこの勢いに。いや、侮れないなと思いますよね。いや、吉谷さんから言わせれば、10歳も年上のジジイがよく俺についてくるなと思うかもしれませんけども、まだまだ若いもんには負けんだよみたいな気持ちですよね。結局ね、この仲間のような、ライバル関係のような、このね、奇妙な関係がお互いを鼓舞してるんだと思います。負けてたまるかって気持ちもあると思いますけども、私が言いたいのはですね、あなたにはライバルが必要だってことなんですよ。そのライバルを見つけようと思うと、コミュニティに入るのが一番ですよ。コミュニティの中で
私のライバルはどんな人がいますかっていうのを聞いてみてください。そしたら、まあ強いて言えばこの人かなみたいに当ててくれるかもしれません。私もそうですが、塾生さん同士のコミュニケーションってむちゃくちゃ進めてるんですよ。ズームに参加していただいたりとか、この人とこの人をぶつけてみたりとかね。それからご挨拶動画を作っていただいて、それぞれに交流を図っていただくような橋渡しもしてます。その中で生まれてくるものや友情やライバル関係、これがきっとね、全体を育ててくれるんだと思うんですよね。私はね、だから一人一人とお付き合いすることもしますけども、私抜きで塾生さん同士でお付き合いしていただくことももう大歓迎なんですよ。まあ、ですんでね、これからも交流をどんどん推し進めていこうと思いますし、きっとお金を稼ぐその前に人を稼ぐっていうんですかね、どのぐらい人とつながっていけるかってことが大事なんじゃないかなと思います。そしてこのコミュニケーション能力っていうのはきっとお客様を集客するときにものすごく生きると思うんですよね。まあ、ということでね、私は稼ぐというふうな話をよくしますけども、結局はあなたが自分に必要なものが何なのかってことを気づくことと、人に気づかせることができるかっていうところがものすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。この気づきっていうものです。気をつければ気づけるんですよ。気づければ構築するの気づきになっていきます。それがあなたの資産を築いていくんですよね。だから気づきの量を増やしていくために、私もああでもないこうでもないという角度からいろんな気づきをこれからも提供していきたいと思いますので、次回の動画もお楽しみにということですね。吉田さんにすっかり前回やられてしまいましたけども、今回ね、少しは打ち返すことができたかなと思いますけども、いかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。いってらっしゃい。